はい、皆さんこんにちは、ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、異常なロングトーンっていうタイトルなんですけれども、何が異常かっていうとですね、普段そのよくロングトーン練習をしている方々を見かけるんですけれども、ロングトーンってみんなこうやってるんですよね。いきますよ、3、はい。こんな風にずっと、コンサート A の音とかでせーのパーっていう風にこう、やってる姿を非常にこう見かけるということでですね、今日は、でもその実際にその演奏の中でせーの、って伸ばすことってめったにないじゃないですか。その、多分人生で1回か2回見たことあるかなぐらいの話なんですけども、今日は実際のその演奏の時に一番使えるだろうと思われる異常なテクニック、ちょっと異常っていうのはおかしいんですけど、サックスの例えばそう特殊なテクニックを使ったロングトーンとか、その実際の演奏でその一番使えるであろうというロングトーンの種類をいくつかちょっと紹介していこうと思います。ちなみに一番この動画の初めでやってたロングトーン練習がですね、グロートーンの練習ですね。高い方の音で音を半分グーって割りながらやるやつで、それを、そこからいってみましょう。まずはグロールの練習、グロールでのロングトーン、ゆっくりやりますよ。最後の今楽譜ちょっと出しておきますけれども、後で、最後の方でグロールをかけ始めるんですよ、うわーって。で最後 その止めるロングトーンのね、ハイ D のところでバーッとロングトーンを伸ばす。これって実際の演奏、で多分こういうフレーズが非常に多いと思うので、こういった練習ね、ちょっと普通そのグローでロングトーンの、ね、練習する人なんていないと思うんですけれども、いやこれもね一つ の立派な練習法だと思いますのでね、ちょっと後で試してみてくださいと。はい、じゃあそしたら2つ目のね、異常なロングトーン、今度はねサブトーン、低い方の音域でうわーというサブトーンを使いながらやるやつ、それをやってみましょう。はい、じゃあ次サブトーンですね。譜面乗っけとくので、みんなも一緒にやってみてください。はい、ゆっくりいきますよ。こんな感じ。はい、もう最後のね、3つぐらいの音になるとサブトーンをファーッと聞かせながらやるんですけれども、ちょうどこうね、息がこうなくなったとこでロングトーンやるっていうのは非常にその実際の演奏では多いので、多分実際の演奏にこう直結した練習法になるんじゃないかなと思いますと。はい、じゃあね次行ってみましょう。はい、じゃあ次ですね、次はベンド、音をホーンって曲げながら、ロングトーンかけるということですね。はい、じゃあ譜面出しておきますのでね、みんなもやってください。はい、いきますよ。はい、じゃあね、ジャズやりたい人とかだったらね、間違いなくね、この次の課題がね、一番大変だと思うんですけれども、次は何かというと、フラジオですね。超高音域で、バーンとロングトーンを伸ばすと。これね結構難しいと思うんですよ。このフラジオを当てるのがまず難しいと思うんですけれども、練習ねたくさんすればフラジオもねそのうち出るようになると思うのでやってみましょう。でこのフラジオっていうのもたくさんフレーズを弾いて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 我慢して我慢してここだなっていうところでバーンとフラジオに行くことが多いじゃないですか。息がね結構なくなったところでフラジオ行かなきゃいけないので、実際の演奏ではね多分そういう時の方が圧倒的に多いと思うんですよ。だからいきなり息を吸ってはいフラジオみたいになる人はいないと思うんですけれども、なのでそういう練習法ですね。
じゃあ今回ね、ここに譜面ね、後で出しておきますので、真似してみてください。はい、ゆっくりね。やっぱね、フラジオになっちゃうとね、若干音がね、やっぱブレちゃう。まあしょうがない部分ではあるんですけれども、まあこれもね、息の力とうまくコントロールしながらね、練習すると結構できるようになりますのでね。はい、じゃあまずね、おさらいしましょう。グロートーン、こんな感じでしたね。じゃあ2個目、サブトーンでしたね。サブトーン、超低音域での、ロングトーン。はい、こんな感じ。はい、3つ目、ベンドでしたね。音を曲げながらベンドをかける。こんな感じ。はい、じゃあ4つ目の異常なロングトーンは何でしたっけ？超高音域、フラジオでの、ロングトーン。はい、やってみましょう。早めにやってみます。はい、という感じでした。とで、この動画の最後でこう言うのは何なんですけど、タイトルに多分バークリー音大卒のどうだこうだって書いてあったじゃないですか。はい、で、まあこう最後になって言うのは何なんですけど、バークリー音大、まあ僕卒業したんですけど、ロングトーンの練習は一回もしたことないですと。先生の口から、どの先生、どの教授の口からもですね、ロングトーン、音を伸ばしましょうっていうのは一回も聞いたことないです。動画の最後にね、ちょっと申し訳ないんだけども。で、このなんでその僕がね、この動画をやろうかと思ったかっていうと、まあ僕もね、人生でロングトーンの練習ってしたことないんですよ。うん、一度もないんですよ。うん、で、なんかこう日本で吹奏楽とかやってる人たち見ると結構みんなね、ピーンってこうロングトーン練習して、まあ音を出すっていうその観点からいくと素晴らしいと思うんですけども、なんかね、なんか実際の演奏に直結しないっていうか、なんかあんまり実際の演奏でいきなりロングトーン始めるとかいうのはあんまないと思うんですよね。だからなんだろうな、うん、で、そのせっかくそのロングトーンの練習するんだったら、そのなんだろうな、実際にこういう演奏の方が多いよねっていうパターンでやった方がなんか効率いいと思うんですよね、すごいね。うん、だからまあぜひ皆さんもね、効率のいい練習法を探してみると。で、僕もちろんレッスンね、たくさんやってるんですけども、生徒さんにロングトーンやりましょうって言ったのも過去に一度もないですね。一回もない。うん、はい、じゃあ今日はね、異常なロングトーンっていうね、タイトルでしたけども、いかがでしたかね。皆さんもね、ちょっと自分なりの練習法を見つけて、ぜひ練習してみてください。それじゃあまた次回、バイバイ。